全国各地で今、医療現場の人手不足が深刻化しています。福岡市医師会に所属する医療機関に実施したアンケートによりますと、4割を超える医療機関で医療従事者が不足しています。特に足りない職種はこちら、看護師や医療事務だということです。医療現場の今とそれに対する医師会の対策を取材しました。こちらは福岡市内にある子どもクリニック。多い時には1日80組ほどが来院するといいますが、いろんな事情があって辞められる方も多いです。現場の人手に特に影響を与えたのは新型コロナだったと中山院長は振り返ります。身体的にも精神的にもかなりプレッシャーがかかったので、やはり辞める方も多かったです。感染症を見るような医療機関にはなるべく避けたいと、就職を避けたいというような方もおられたりとかしましたので、人材派遣会社の紹介でスタッフを受け入れたことはあるものの、その紹介料が経営に重くのしかかります。その方の年収の 25% とか、パートの方ですと30万前後、正職の方ですと60万とか70万とかになる。そういった意味で非常に経営に負担になっていたりします。人手不足は過重労働につながり、さらなる離職率の増加にもつながるといいます。医療というのは人の手で作られるものですから、その人の手がないと安全にちゃんと正しい医療ができないとなる可能性があると思います。そんな中、新たな一手が福岡市から始まります。福岡市医師会は医療機関と求職者を直接つなげる求職サイト、つまりマッチングサイトを立ち上げることを発表しました。求人を出す側も求職者もサイトの利用はすべて無料。サイトにはおよそ1300の医療機関が登録される予定です。利用者はまずサイトに登録、気になる求人情報に応募し、医療機関とマッチングしたら直接メッセージをやり取りして面接などの日程を相談します。雇用形態や職種など検索条件も細かく絞ることができます。福岡市がこれでうまくシステムが作ることができれば、かなり全国的に参考になるんじゃないかなって思います。サイトの担当者は、スタートであり、それの解消っていうのがこのプロジェクトのゴールなので、そこをしっかりと見据えて進めていきたいなと思っています。人手不足解消の一翼となるか、現場からは期待の声が寄せられています。素晴らしい取り組みですよね。なんか今後きっとね、病院にお世話になることはありますんで、やっぱりこういうふうに充実、医療従事者がいるっていうことが十分な医療を受けれるね、一つだと思いますんでね。働きたい人が働きたいところに行けるっていうのが一番ですからね。紹介料の分をその人材費に回したり、新しい設備を導入したりということにもつなげられますよね。告知サイトが今日からオープンしていて、運用は9月の予定なんですが、事前登録も可能だということです。